複数のブレスレットを身につけた女性ブレスレットをつけた男性1835年の絵画で描かれたブレスレットインドネシアのブレスレットインドネシアのブレスレット糸製のブレスレットブレスレットとは手首や腕につける装飾的なバンドや和や鎖のこと腕輪ともブレスレットとは手首や腕につける装飾的な帯や和や鎖などのことである送信具の一種であるブレスレットの素材としては糸 布、比較、金属、プラスチック等々が用いられている。英語のブレスレットの語源は、古フランス語で腕のことをブロスブラと呼んでいたことに由来する。ノルマイコンクエストなどにより、古フランス語の語彙が大量に英語に入るなど、英語はフランス語の影響を多大に受けた。ブレスレットの歴史は、非常に古く、アッシリア人、バビロニア人、ペルシャ人、ヒッタイト人などが身につけていた。 当時は主に宗教的な目的で利用され、主に使用された宝石は、ラピスラズリや水晶だった。イラクの洞窟からは中石器時代の腕輪が発見されている。また、動物の骨や牙、貝殻などに穴を開けつなげたものもあり、日本では縄文時代からすでに貝輪として、貝塚から出土している。弥生時代になってからは、銅が使われるようになり、さらに古墳時代になってからは、 石製品や金属製品が加わった。当時は主に手間といや釧路と呼ばれていた。トロブリアンド諸島では古くから腕輪を用いた蔵という交易が行われている。時代を経るにつれ、ブレスレットは宗教的な目的よりも装飾的な品として重視されることとなった。1890年代はイギリスのビクトリア女王などにより成功かつ複雑な作りの宝石が流行した。 第二次世界大戦後の1940から1950年代、アメリカでブレスレットが流行した。1970年、カルティエニューヨークでカルティエラブブレスレットが誕生。このブレスレットは2つのパーツからなり、他の人に固定してもらわないとつけることができないため、カップルに人気となった。1987年、アメリカのテニス選手、 クリス・エバートが試合中につけて活躍していたため、彼女がつけていたようなブレスレットをテニスのプレー中につけることが流行。後に多くのストーンをあしらった細めのブレスレットはテニスブレスレットと呼ばれるようになった。願いを込めてつけられるミサンガも抗議のブレスレットの一種である。腕時計の中でも鎖の部分を装飾的なデザインにし、 手首に対して遊びを持たせ余裕のある長さにしたものはブレスレットウォッチと呼ぶ。また手首に装着するものをブレスレットもしくはバングルと呼ぶが腕の上部につけるものは英語ではアームレットと呼ぶ。伸縮性の高いシリコンやポレウレタンなどの紐、いわゆるゴムにビーズなどを通して輪にしたブレスレットはゴムブレスやジュズブレスなどと呼ばれ非常に着脱しやすいという特徴がある。 近年、パワーストーンやアクセサリーを販売する店舗などで販売されている。近年では、様々なメッセージや主義、主張を込めて身につけられるシンプルなラバー製のジェルブレスレット、ジェル、ブレスレット、ジェリーブレスもあり、これもブレスレットの一種である。フリークライミングの場合、ブレスレットは登山用具で設計され、登山用具として機能します。ありがとうございます。